奇跡のコンディション、はい、4700キロ、はい、非常に充実した後期、はい、そしてもう今後出てこないだろう 6200cc N エンジンということで、本当に今乗っとくべき一台かなと、はい、びっくりしましたコンディションに。あ、そうですね、アルカンターラもよくぞ ご無事でっていうそうですね、はい、レーシングカーじゃん。あ、ダメなやつだこれこれダメなやつだ。ダメなやつですね。いやー、コンディションいいよ、本当にコンディションいいですよね。びっくりコンディションだよ。シートとかも全然擦れたりさ、はい、塩が入っちゃってる感じしないし。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が AMG C63 2012年式4700キロ、こちらの車両になります。めちゃくちゃいいのが入ってきたじゃないですか。はい、もうコンディションが何よりも最高ですね。はい、でちょっと先に言っとくと、はい、今回のこの紹介のポイントとしては、はい、まず奇跡のコンディション、はい、4700キロ、はい、そして非常に充実した後期、はい、そしてもう今後出てこないだろう 6200cc N エンジンということで、はい、名機が積んであります、はい、その辺をちょっと重点的にご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず車両が後期ということで、はい、結構204もう10年経ってますんで、はい、覚えてる方、初めての方いらっしゃると思うんですけど、はい、後期、この方の後期ってすごくこうビッグマイナー、うん、もうほぼフルモデルに近いぐらいいろいろ変わってるんですよ。はい、で調べたらなんか2000箇所ぐらい、あ、そんな変わってるんですね。いろいろなところが仕様変更されてるみたいで、まあ、フロント周りのそのもうフェイスもガラッと変わりましたよね。はい、そうですね。ヘッドライトなんかもポジションが LED になったりして、はい、ちょっと精悍な顔つきに、はい、前期だとちょっとこう丸い、うん、もうちょっとなんか眠そうな感じですよね。それが割とシュッとしたなという、はいはい、そしてこの方、この年式のこの年代の63のこのバンパー良くないですか。かっこいいですよね、このカクカクという、はい、これちょっとバンパーだけじゃなくて全体的なプレスラインとかパーツのその構成とかもすごくなんかこうはっきりしてるんですよね。そうですね、はい、フェンダーもこうなだらかに出てるんじゃなくてもうザ・オーバーフェンダーですって感じの、はい、この出方とこのプレスラインと、はい、そして今回4700キロってことでまずコンディションがめちゃくちゃいい、はい、これやっぱりスピードが出る車ですし、はい、そういう使われ方もやっぱり多いじゃないですか、はい、そんな中これちょっと探すのが大変なぐらい飛び石もほぼない、ね、はい、まあ、全くないわけではないと思うんですけども、もう本当に10年経って、まあ、こういったグレードの車にして珍しいぐらい飛び石とかは少なく綺麗な状態ですね。そしてメッキパーツが似合うっすね、なんか、はい、なんかすごくこのボディのデザインと、うん、なんか今ちょっとこの時間が経って補正がかかってるかなとかめちゃくちゃかっこよく見えるっていう、はい、そしてサイズもすごくちっちゃいんですよね。サイズ小さいですよね。なんと63でワイドになってるのに幅の方が1800ないということで、はい、ないです。これちょっと今の感覚で言うと、うん、もう信じられないぐらい。ただ内装この後見ていただきますけど、うん、全然その窮屈さとかタイトさっていうのはないんですよね、はい、だパッケージとしてすごくよくできたサイズだなっていうのをすごく感じます。うん、そして早速横に回っていきましょうか。で今回ご紹介させていただくのがパフォーマンスパッケージ付きということで、はい、ホイールの方が専用の19インチ、はい、これ単造ですよね。単造です、はい、ブラックとポリッシュですね。外周部分がポリッシュって言ってもちょっとこのくすんでる、うん、そうですね、はい、マットシルバーに近い、はい、そしてサイズの方が235/350mm かな、はい、はい、こちらが装着されてございます。そして同じようにパフォーマンスパッケージなんでブレーキの方も6フォト、はい、AMG 強化ブレーキシステムですねの赤いものが装着されている、はい、もう足元だけでもちょっとただものじゃない感じが。そうですね、当時あれですよね、このパフォーマンスパッケージから AMG って赤キャリパーが、あ、そうでしたっけ、はい、出てきたと思います。そっかそっか、ちょっとこの足元の本気さが、そして車高の方もだいぶ標準の AMG じゃないモデルからするとだいぶ下がって、はいはい、低く構えた感じになっております。そしてこのフェンダー良くないですか。フェンダーですよね、63といえば。最近こんなにはっきりフェンダーが出てる車もないですよねそうですね、あんまりこうくっきりはっきりっていうのはあんま見ないかもしれない。もう絶対普通のモデルじゃないよねっていうぐらいの、はい、このフェンダーの出方、はい、これ最高だなっていう、うん、そしてこの63のエンブレムと、正確には6200ちょっとあるんですよ、はい、8cc です、はいはい、こちらがエンブレムがついてます。であと全体的なシルエットが
力強くてはっきりしてるんですよね。あ、はい、横のプレスラインもそうだし、この窓とかこの辺とかミラーとかもカクカクってなってるし、はい、この後ろまで現行、1個前の205とかも割とこうプレスラインありますけど、はい、こんなに多分はっきりしてなかったと思うんですよ、うんうん、このウィンドウも今のってこうちょっとかまぼこ型というか、はい、もうちょっとこう R が生きてるデザインですけど、うん、割とこうカクッとしてちょっと全てが力強い感じ、はい、これドアの開け閉めとかめっちゃいいんですよね。いいですね、やっぱり全然違いますよね。ちょっとその辺もこの後見てみたいと。そしてそのまま後ろに行くとちょっと前のフェンダーから見ると後ろが少しあのマイルドに見えちゃうぐらい、はいはい、ちょっと前のフェンダーの強調がすごいですけど、はい、一応後ろも単造の19インチ、はい、サイズの方が255、はい、なんかちょっと寂しい感じが、うん、ちょっと、うん、もうワンサイズぐらい太くてもよかったのかななんて思っちゃうんですけども、はい、こんな感じのホイールが装着されててリアも4ポットドリルドスリットのブレーキが装着されています、はいはい、そしてそのまま後ろ行きましょうか。後ろもテールが楕円の4本出しということで、はい、マフラーエンドはそうですね、割と最近みんな四角の4本出し、はい、あとはもうこの後からですよね。バンパーに今はこうくっついちゃってるタイプが多いので、これはもうちゃんとマフラーとして純粋なこのマフラーの手口は AMG の刻印入りのが、はい、そして後ろもいい意味でこっから上は普通というか、うん、そうですね、はい、はい、なんかちょっとこう決してめちゃくちゃ速そうに見えないのに、うん、こっから下はこう、はい、えらいことになってるっていう。そうですね。そしてパフォーマンスパッケージなんでこのカーボンのエクステリアもしっかりついてます、はい、これもいい感じですね。ちょっと大きすぎずちっちゃすぎず、はい、そしてテールランプ、はい、こちらのコンビネーションランプも LED のタイプに、はい、高機能で変わったデザインですね。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、これですよ、うん、金庫みたいだね本当に、はい、最近のこれこの感覚ないですよね。あ、もうセダンとかはなくなってきますよね。クーペとかもガチャっていう、はい、そして内装も後期でだいぶこうシュッとしたというか、はい、ナビがダッシュボードに埋め込まれて、はい、電気だとこうパカッて出てくるやつ、はい、そうですね、それがだいぶこう進化して、この世代の202とか、うん、あと221にだいぶ近づいたダッシュボードの形状になってる、はい、で専用のステアリングもついてきて握るところが、精度調に、はい、パフォーマンスステアリングですね。これも、びっくりしました、コンディションに。あ、そうですね、アルカンターラも全然もうこの年式だともうツルツルのツルツルになっちゃって皮脂とかこう、はい、こびりついちゃって、そうですね、色もなんかグレーになっちゃってるものもあるんですけど、うん、これまだケバケバが残ってるという、はい、そしてメーターなんかも新しくなって、はい、カラーの液晶がついてるタイプ、はい、まあ、もちろん今から見るとちょっとこの時代を感じますけれども、そうですね、モニターもまだ小さくて、はい、でも完成度はかなり高い気がします、はい、そして今回の車はその他インテリアシートなんかがこのコンビの、はい、コンビのやつ、これレザーの質感 もう全然下手ってない。ああ、そう全然使用感なくて本当にコンディションとしては全然いい方だと思います。あのよくぞ ご無事でっていうそうですね、はい、そしてこの、色の方がベージュと黒になるんですかね。そうですね、はい、でパンチングとかになってないちょっとクラシカルな、はいはい、デザイン的にもちょっと印象を受けます、はい、そして調整の方が当然ドアとあとシートの脇のところですね、はい、こちら側ちょっとこのデザインも、はい、時代を感じますけどなんかすごくちゃんとしっかりしてるというか、はい、スイッチとしてでここプラスシートの僕が乗っちゃうと見えなくなっちゃうんで先に説明しておきましょう、はいはい、そこでランバーサポートなんかの調整ができると、はい、でさっきちょっと下見で座らせてもらったんですけどめちゃくちゃタイトにもできるし、そうですね、ホールド感すごくないですか。すごい本当バケットっていう感じのホールド感、ね、バケットシートっていう感じの、はいはい、こんな感じの調整ができるシートになっております、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。一応このドアシルは最近なんか光るの定番ですけど、はい、光らない、はい、ステンレスかな、はい、のタイプの、はい、なっております。そして先ほどちょっと触れたシートは今下見で一番ゆったりにしたんですけどそれでも僕みたいなだらしないボディが座ると結構ぴったりです。あ、まあ、でさらにギューってできるんですよね。そうですそうです、はい、ここがもう本当に僕の出てるお腹でも同じぐらいちょっと嘘だったです僕のお腹の方が出てました、はい、結構ギューってできるっていう、はい、すごくホールドのいいシートになってます。そしてステアリングの方はちょっとすごく緩やかな八角形みたいな。あ、はい、そうですね、ここも少し平らでここも少し平らで、うん、ちょっとガングリップになってて本当にスウェードの質感がすごくまだ生きてます、はい、そしてパドルも
めっちゃ剛性があるの、はい、金属だし。そうですね、今よりは全然剛性あると思います。アルミだよねこれ。いや、どうなんですかね、金属です。はい、はい、僕のこの感触は確かなんだ、金属です。今の車って結構プラスチックで、プラスチックですね、はい、だすごくなんかしっかり作ってる感じが、はい、そしてメーターの方がこんな感じで320キロまで減ってる、はい、でパフォーマンスパッケージに、ドライバーズパッケージ MG ドライバーズパッケージ、はい、含まれるんで、はい、マックス250キロから280キロになってるという、はいはい、では今回ちょっと280キロ出してみたいと思います。そしてナビの方もだいぶ進化してて、はい、っていうことなんですけど、まあ、言っても10年前なんで、はい、ここはちょっと軽くに触れておきますけど、まず画面がちっちゃい、はい、そして解像度も決して高くはないです、はい、なんでまあ一応ついてますって感じですよね、うん、で地デジなんかも、まあ、見れるのは見れるんですけど、ここ期待して多分もう選ぶ車じゃないんで、うん、そうですね、さすがに10年前なので、まあ一応こんな風になってますよっていうことで、はい、こんな感じで一通りちょっと時代を感じますね。そうですね、けどむしろちょっと味を感じます、はい、今となってはもう今のやっぱり現行モデルと比べちゃうと、はい、だいぶそうですね。そしてカーボンのトリムがついてて、この辺、はい、オーディオ周りもなんとボタンがついてるという、はい、はい、懐かしの、ちょっと古さを若干感じますけど、はい、もうこのエンジンと組み合わせると味です、はい、そしてエアコン周りも非常に分かりやすい、はい、そしてシートヒーターもついております、はいはい、でこの時代余計なものはほとんどない、アイドリングストップもないんですよね、はい、確かアイドリングストップない、はい、ないないですよね、はいはい、こんな感じになっております。そしてシフトももうザ定番の、はい、ゲート式のやつですよね、はいはい、そしてモード切り替えと、あとはドリンクホルダー、はい、ファイザーラもこれ未使用かな、おそらく未使用です、未使用だと思いますこの状態は、はい、でアームレストの中はこんな感じで、はい、割と容量はないですけど、一応 USB とあと専用のあれですよね、ケーブルが刺さるように、はい、まあ、この辺は当時の携帯とかつなぐやつなんで、はい、おそらくほとんど使わない使えない感じじゃないでしょうか。そしてダッシュボードもなんかちょっとこう落ちてるというか、はい、この当時の感じ、ただ視界は全然いい、うん、視界いいですよね、うん、こんな感じになっております。そしてペダルの方もあのサイドがこの踏み込みなんで、はい、ちょっとあの邪魔ですもう見なくなりましたね、なかなか、はい、ちょっとこんな感じの、ただまあリリース、これリリースも全部ね電気じゃなくて手動なんですよ、はいはい、ただまあリリースしてあればまあ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 って感じですけど、はい、そしてフットレストは少しちっちゃめですね、ただペダルレイアウトは全然普通というか自然というか、少しブレーキは右寄ってますけど、はい、そんなにタイトじゃないです。そして上に行くと、上はこの黒いモケットビニールのバイザー、コンディションいい、はい、めっちゃいい、もうそこが本当にびっくりなところ、全然使用感がない、はい、そしてサンルーフもこの手動のタイプで、はい、これちょっと本当にタイムスリップできるぐらいちょっとコンディションいいね、こんな感じのサンルーフ、もう大きすぎずちっちゃすぎず、はいはい、っていう感じのサンルーフがついております。え、サンルーフ付きってどうなの、珍しい、いや珍しいってことはないと思う、割とこの手の車ついてそこそこ、まあ、一応オプションなので、なるほど、もちろんやっぱ選択してるしてないがあると思うんですけども、珍しいって印象はあんまないです、ね、なるほど、めちゃくちゃこのスポーティーというか走りの車っていうわけじゃないんで、うん、まあ、この辺ついてても全然いいんじゃないかなっていう、はい、感じになっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろの席じゃあ池田君乗ってみますか。あ、はい、これ後ろもめっちゃいい、このドアの後ろも全然使用感ないからちょっと怖いですよね。よいしょ、よいしょ、いかがでしょうか。あ、でも土屋さんのポジションでも全然ちょっと見え張ってるかもしれないですそうですね、このぐらいです、はい、全然足元は大丈夫ですね、ただまあ少しつま先のあたりはシートの下の方に入っちゃうんですけど、入らない、はい、でも入れられる、入れられます。なるほど、ただシートのこのバックレストの後ろがえぐれてるので、うん、そこにちょうど足が来れば、そうなんですよ、来れば問題ないかなっていう。なるほど、さっきちょっと座ったけどクッションなんかも割とこう張りはあるけどそんなに硬すぎず、そうですね、もう単純にレザーのこのまだあんまり使用感がないので張りがすごいですよね。心なしかちょっと新車の匂いも、そうですね、少し感じるぐらいのコンディションの良さです、うん、で装備的には
エアコンの吹き出しだけが、はい、吹き出しだけあります。で当然充電とかはないないです。はい、はい、そしてあ、12V シガーソケットだけあります、ね、シガーソケットだけ USB とかはないです、はい、そして背もたれのところ出せばアームレストと、はい、折りたたんでるタイプのドリンクホルダーが、これが、はい、探しちゃうよね。私も先ほど探してしまいました、はいはい、こんな感じで、まあ、今時な装備はまあそれなりに揃ってるかなと。もしかしたら身長高い方は鉱石ヘッドクリアランスはあるかもしれないですね。僕で今拳1個170センチないぐらいの身長ですけども、ちょっとそこぐらいかもしれないです。なるほど、こんな感じのリアシートになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクこれ注意必要ですよね。この時代確かめっちゃ早く開くんじゃなかったですか。あ、そうですね、はい、ギュギンって、はい、そうですね。そして容量の方は結構でかい。そうですね、現行型と比べるとボディ小さい割には。そして下側はあ、スペアタイヤが、はい、最近ないですね。もうパンク修理キットの、はい、こんな感じになっております。そして64でシート倒すこともできるんで、はい、Cクラスだからこの辺がいいですよね。決して使い勝手をこう損なわないというか、うん、そうですね、この感じで。しかもフラットになるっていうこと、はい、もちろんこの床がここから少し上がってますけど、これかなり使い勝手いいんじゃないですか。はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、っていうかそもそもこの最近の車ここまでバンパーじゃない。あ、ここまでちゃんとボンネットっていう。そうですね、けど当時はこの魅力に気がつかなかったんだよな。あれ、ちょっと待って、どこで開けるんだろう。左運転席が、失礼しました失礼しました、はい、でエンジンの方が名機 M156 エンジン、はい、これがおなじみの V86280cc、はい、この AMG も 3.6 から始まって 4.3、3.2 のスーパーチャージャー、 5.5 リッターのスーパーチャージャーと、はい、もうとんでもなくこうどんどんでかくなってきましたけど、もうここが頂点になってるかなと、はい、そして今回の車はパフォーマンスパッケージのエンジンなんで、これ、はい、その前にあった限定車25台限定のパフォーマンスプラスに準じたエンジン、はい、ということで、単造軽量ピストン、コンロット、クランク、はい、それなんか SLS と共通の部品が使われているということで、はい、これもう本当に名機じゃないですか、はい、ちょっと車めちゃくちゃ乗ってくたびれた後もちょっとエンジンだけは取っときたいみたいなそ, うそのぐらいちょっと名機って呼んでもいいエンジンかな、はい、まあ、いろんなあれですよね、 C クラスだけじゃなくていろんな、モデルに乗ってたエンジンですよね。そして今回このパフォーマンスパッケージで、インテークも専用のチタンシルバーに、はい、そうですね、ベンチされてると、はい、だとこれ後期になるとミッションの方がトルコンオートマから MCT になるということで、はい、その辺も結構走りに影響が出てる、うん、だと思います、はい、そして前期後期とはいえもう全然フルモデルに近いですよって言われてるところがこの辺になってくるみたいです、はい、もう車に対してエンジンのこのデカさ、うん、パンパンさがやばいですよね。 C クラスに 6200cc の V8 を積むっていう発想もすごいですよね。最近こういう車ってないっすね、新車で。もうなかなか出せないですよね。で本当に今乗っとくべき1台かなと、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。続いて先頭周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。行きましょう。はい、新車っすね。新車の匂いするよね、ちょっとするよね。気持ちでもやられちゃってるかもしれないですけど、新車っぽいっすね。これやばくない？このレスポンス、なんかさ、
V8 のこの大排気量なのにさ、アメ車みたいなドロドロしてる感じしないよね。そうそうですね、そうですね。またちょっと違いますよね。ETC カーレーシングカーじゃん。いいですね。なんか燃料が少なくなりました。バコンだな。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。ご心配なく。なんかイタ車のあの V8 ぐらいなんかレスポンスというか、吹けがいい感じが。そして最近ないゲート式のこの、はい。久しぶりだと違和感ありますよね。あるある。あ、でも乗った感じはそんなにそんなにこうめちゃくちゃ古い車乗ってるなって感じは。ちょっと音を求めて今最初からスポーツにしちゃってる。はい。あとタイヤがこんだけパワー出てて、このエンジンで255でリア大丈夫かなっていう。いやーそうですよね。ちょっと思ってしまいました。275ぐらいが欲しかったと思うんですよね。そうだね。わかんない。まだそんな走ってないかわかんないけど、はい、イメージ的には。今だったら275ぐらい履いてんだろうなっていう。で、今コンフォートスタートだけど、はい、まあ、ある程度の硬さはありつつ、うん、全然乗れちゃう。これ、ワイパーどうやってやるの？それ回す感じです。回す感じで。はい。で、ワイパーもだってメルセデス純正ワイパーだからね。確かにすっごい多分もう買ったのはいいけど乗らなかったか、うん、もしくはすっごく大切にしてたんだろうなっていうのが伝わってくる、はい、でも普通に乗れちゃうね。なんかそうですね。こんな感じだったっけ。もっとなんか荒々しいのをイメージしたけど。いや、荒々しいと思いますよ。冬普通にプーッと走る限りでは普通ですね。ただまあちょっとやっぱ足のしっかり感はあります、ね、そうだね。あと車がめっちゃ硬い気がする、うん、締まってる感じがやっぱりすっごいしっかり作ってあるよね、うん、あとフロントタイヤの接地感がすっごい分かりやすい。あ、ステアリングフィールも多分今の車とまたちょっと違いますよね、うん、なんだろうね。なんかタイヤがこう どう設置してるか、どっち向いてるかっていうのがすっごい分かりやすい。そして思いのほか普通に走る分には静かですね、うん、いいですか、そろそろシャキシャキ走って。あ、もうお任せします。うわ、やばっ。このトルクやば。出方もフラットっすよね。そうだね。うわすごいこのもう本当に湧き上がってくるパワーって感じね、はい、ターボみたいなさ、なんか唐突な加速じゃなくて、うん、うわこれちょっとでもガソリンがいくらあっても足りない感じだよ。いやいや本当そうなんですよまあもう全然今日とか短いインプレッションですけど、でもコンフォートだったら全然アクセルがばって踏んでも受け止めてくれる、ちゃんと。まあ一応もちろんトラクションコントロールも効いてるはずなので、まあこの時代のだけど、はいそうですね。今ね、もうだってみんな軒並み四駆になって、うん、もう勝手にね内側ブレーキかけてくれるわ。そうですね、そういうのはセンサーだらけで頭いいわで。C ってあれですよね、パフォーマンスパッケージは LSD が入ってるクエスね。ああ書いてあった。だからもうドリフトマシーンだとかって書いてるレビューもあったよいやまあまあ確かにできんだろうなと思ってそうですよね。もう本当にアクセルオンしただけでケツが出るみたいな、うん、そういう乗り方すらできちゃう。確かに。で車に対しても完全にエンジンがオーバースペックとは言えないけど、うん、エンジンが走ってってる感じ。ああ確かに。これって最近の車ないよね。ないですね。いやでも全然ねコンフォートだったら乗りやすい。なんかそんな化け物級の車を動かしてる感じはそういう運転しなければない。なるほど。いやステアリングいいな、すっげえ素直。形状もなんか、うん、そんなにこう違和感あるような感じがします。ここが一つの完成形かもしれない。ちょっとスポーツプラスにしていい？はい。でも204って、まあもちろん今は205が出ちゃったんであれですけど、一時すっごい街中いっぱい走ってましたよね。走ってたね。本当人気だったんだなって思って。俺の知り合いも乗ってたもん。前期だけど。それだけ車がいいってことですよね。らしいよね、あと。ああ、そうですね。すっごいらしい。
なんかシンプルですけど、うん、ヘッドライトもテールライトも車のボディラインもそうですけど、デザインがいいですよね、かっこいいですよね。残念ながらでも当時はそこに気がつかなかったんだな俺そしてそれを変える財力もなかったんだな、まあ今もないけど。いやでもいいよ。いいですね、うん、土屋さんおっしゃってたようにシートはタイトですね。ね、あのナンバーをやっぱりこう、多分このお腹がだらしないところシートとお腹の接地感がおーおーおー、やばい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 、グリップしないじゃんえ、トラコンついてもダメじゃん雨の日。トラコンついてますね今オンですけど、あ、おーおー、ダメなやつだこれこれダメなやつだ、はい、ダメなやつですね。あの多分2足でも、え、ずっとケツ出っ放しになっちゃうじゃんこれ。なりそうですね、ケツずっとグリップしてない、やばやば。そう考えるとタイヤってもうちょっとサイズ欲しかったですよね。そうだよね、パワーに対してやっぱり細いなって。いや全然ケツ普通に振りながらこうやってやば、まあ、だから楽し、まあ今日あいにくの天気ですけど、楽しもうと思えばやっぱそう少し横向けたりもできたんでしょうね。もちろん行動じゃちょっと、え、余裕だよ横向けるのこれちょっと ラフにアクセル踏んでハンドル切ればもうバーンっつって。あ、じゃあ今日はあれですね、後ほどの U ターンのところで少し丸え、すげえ、なんか改めて乗るとすごいですね。すごいね、あとは税金とガソリン燃費悪いとこだけかなってもうそこはもうやっぱりしょうがないですよね、これをやっぱ購入する人は。そうだね、え、11万ぐらいだっけ。11万、税金は11万、まだ13年は経ってないので。まあそっか、はい、まあでも11万、5月に11万の、そうだね、はい、そこは致し方ない、納税通知を見ることになります。おお、やばい、マジグリップしないね、ちょっとコンフォートに戻します。音めっちゃいい、音いいですね。しかも思いのほか中で聞く分には窓閉め切ってるとし、そんなにこう、そうだね、そうだね、うるさすぎる感じはしないですよね。でも店舗の中でかけた時のあのさ、かかった瞬間のもうすごいす、ね、爆発音じゃなくて炸裂音みたいなさ、なんか本当にこう獰猛な、うん、あの肉食動物に吠えられたような感じ、ね、うん、あ、そう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 、これはもう名機だわ。でシフトも結構頭いい感じが、うん、そんなに今の車見てめちゃくちゃ速いって感じじゃないけど、うん、これが SL63 譲りの7速 DCT ということで、はい、当時、まあ、一応スピードシフト MCT ですよね、うん、なんかその辺はポルシェとかもそうですけど、やっぱ今のシフトスピードとかはもう断然速いですよね。これ持っときたいな。欲しいですよね。欲しい。いいですよね。タコメーターの 6.3V8 っていいですよね。これね。もう 6000cc とか、アメ車だよ。C クラスで 6000cc ですよね。すげえな。最近ね、もう軒並みちっちゃくなってって、だって次の C63。噂じゃだって2リッターのハイブリッド、うん、3分の1の排気ですよね、うん、いやもう走ってる映像とかさ、あのスパイショット出てるけど、はい、無音だよいやもう絶対いい車だし絶対速いんだろうけどさ、うん、なんかやっぱりちょっとその感じる部分、うん、その感情に訴えかける部分ってやっぱりこういう趣味性の車ってすごく大事だなって思 う、 そうですね。やっぱ特に AMG とかってさらにこう、もともと昔からハイベンツのさらにこう、うん、メルセデスベンツとハイパフォーマンスのモデルっていうやっぱり位置づけみたいなのあるじゃないですか。そうするとやっぱりこういう特別性っていいですよね。そうだね、必要なのかなと思います。ブレーキもめっちゃ効く、まあ、この個体は先ほど触れたんですけどレーダーセーフティーがないので、うん、ブラインドスポットとかその辺がちょっとないですけども、
で限定と違ってダッシュボードが、はい、この普通のビニールのタイプ。そうですね。でも全然全然いいです、うん、なんせこのコンディションですよね。本当に綺麗で、いやこの年代って本当に一つの車の完成形だね。そうですね、思った。危ないですあんまり調子に乗ると危ないからねこのスイッチとか剥げますよね、ウィンドウスイッチ。この、あ、そうなんだ。タイプって全然無事じゃん。全然綺麗なんですよ。まあでもこのエンジン積んでる個体で状態の探すって大変ですよね。もう出てこないだろうね。うん、でやっぱこのエンジン積んだ限定車で他にもいっぱいありますよね。 CLK のブラックシリーズ、63のブラックシリーズとか、うん、あれブラックシリーズもここから最初だよね。そうそうそう、203でないもんね、はい、じゃないです、はい、エディション507とか、はい、あ、でもあれがあるのかな、 SLK の63、うん、あ、SLK の55、うん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 、もうブラックシリーズありましたよね。あ、そっかそっかそっか、はい、すごいね、ブラックシリーズも今とんでもない値段になってるよねすごいですね。でもこの後期型ってあれですよね、もう確か S とかあの辺の63って5.5 のターボのエンジンあった年代ですよね、確か。どうだったかな、結構入り乱れてるんだよね。それぐらい年代ですよね、うん、そうですよね、うん、でも63の NA で貫いてきた感じですよね。やっぱりね、今もう4リッターターボで全然いいんだけど、うん、この先はね、もっとね、で最終的には全部 EV になっちゃうからね。そうですね、もう EV が、いや NA のこの 6.2 の MG 久しぶりですね、本当。でもいや本当にね、レビューっていうレビューになってなくて本当に恐縮なんだけどすげえこう、なんていうのかな、扱いやすい、踏んだら踏んだだけこう車が前に出る感じだし、ターボみたいなあの唐突なパワーの出方とかないし、本当に湧き上がるパワーって感じ で、ステアリングフィールもものすごくいいし、ステアリングフィールすごいですね。あと車がなんかね、すっごくしっかり作ってある感がする。まあ、もちろん今のもすごくしっかり作ってあるし、その出来はいいんだけど、なんだろうな、なんかちょっと昔の感じも残りつつ、はい、ドアとかもそうだし、全体的にこのみっちり詰まってる感、うん、操作系もそうだしさ、このパーツ系もなんかあれですね、まあ、もちろん樹脂のこういうパーツってあるんですけど、うんうん、安っぽいわけじゃなくてお金はなんかかかってるんだなって感じですよね。そう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 、ちょっと古めかしいけどね、はい、ただ今スマホがあれば別にオーディオ関係もナビ関係も困んないじゃん、うん、そうですね。僕もあんまり車のナビゲーション使わないです、うん、スマホで見ちゃうんで。うちのも言ってももう間もなく自家用車も10年なんで、あの車の機能ほとんど使わないもん。Google マップと、まあやっぱそうですよね、あとそうミラーリングで、まあ、子供に YouTube 見せたりとか、はい、動画見せたりとか。うわ普通、全然コンフォート普通。ただもしかしたらですけど、慣れてない方ってこのシートのサポートの張り出し、ステアリングの操作の時に気になるかもしれないですけど、取り回しする時に。あ、結構出てるもんね、はい、運転席多分ね、一番このランバーサポート一番緩くしてあると思った。あ、でもそれでもここね、ここね、そうそうそう、肘がなんかちょっと横は少しあれですけど、肩のこの辺りとかはすごいこうキュッて丸められるような感じですね。で本当にタイトにするんだったらもう背中もすげえ出せるし横も超絞れるから、あ、もうマッサージチェアみたいな、あのぐらいこう横ギュ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 ってもうピタピタにできちゃう。唐突にクイックな感じじゃないんですね。でもしっかりこうフロントタイヤが掴んでいる感じが。普通に乗ろうと思ったら乗れちゃうんだよね。そうですね。ただひとたびラフにアクセル踏むともうグリップしないっていう、うん、ああこれでマニュアルモードですね。で 100% もうパドルで。そうですね、はい、そうですね、そういう感じ。ブレーキも分かりやすいですね。分かりやすいけどすごい効きますね。
確かにそうですね。 6000cc の車乗ってると思えないそしてこの時代を感じる、はいはい、パークセンサーのあれですね。なんか懐かしいですね。もうこれでいいかもしれない、やっぱり車ってここぐらいで、うん、まあ新しいのがもうちょっと遡ってもいいけど、新しいの好きな人にはもちろんあれですけど、僕なんかもでも十分ですね。いや将来評価されると、もうだいぶ評価されてるんでしょ。でも上がってきてるんだ、まあ上がってるっていうか、まあやっぱまあ上がってきてるのかな。まあでも決して安いなってイメージはなかったですね。ちょっと踏んでみますか、はい、うわ、うん、ずっとやっぱずっとつくんですね、トラコンこれでも今トラコンずっと聞いてたんで、やっぱり結構制限されてると思うんですけど、切ったらずっとこうレブ当たっちゃうぐらい空転して進まないと思いますね。やべえ。シフトも確かに全然速くはないですけど、速くないっていうと全然今の比べると、そうですね、この C63 って本当に、まあ、今のでも205もすごい人気ですけど、当時めっちゃいましたもんね。いや205も速いし乗りやすいしさ。そうですね、癖はなんかこっちの方が強い気がするやっぱり、うん、そうですね、うん、でもフィーリングはやっぱ意外といいですね。なんかしっかりこう運転する人に伝わってくる感じは、なんかシフトのショックも懐かしいですね。ああそうだねそうだねそうだねちょっとこうグッてなる感じが、もうねナビもこれ更新することないんだろうなこっちか、ナビオーディオ電話。まあ本当でも基本は変わってないですね、今も昔。あそうだね、はい、上下にこのメニューがあってってことでしょう、はい。もうだって今ないからね、ボタンがそもそもないですね。次のやつだってでっかい画面のやつでしょ。ない、そうです、うん、縦長のこういう、もうなんかすり減ったとかなんかさ、ないんだよシートヒーターついてて、はい、やっぱりこうちょっとダッシュボードのこの下がってる感が、うん、ちょっとクラシカルな感じを感じます。もっと言ったら202とかあれぐらいからの年代 の、はい、今なんかもう全部つながっちゃってる、このこういうデザインのダッシュボード。そうですね、だからドアとダッシュが別でこの下がったダッシュ、今のメルセデスってもっとこう曲線多いですよね、うん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 、やっぱデザイン的にインテリアは。あとこのボンネットの出っ張りと、はい、ボンネットのそのなんか盛り上がりはなんかちょっとやる気にさせるというか、あれ今のって確かあれなんだよね、 MG モデルじゃなくてもこれ盛り上がってたりするんだよね、はい、そうだよね、205はそうですね。うわうわすごいですね、トルクも本当にフラットに出てくるからいいですね、乗りやすい。いやーコンディションいいよ、本当にコンディションいいですよね、びっくりコンディションだよ。レザーとかなんかさ、ドアとかも全部本当コンディションいいですよね。シートとかも全然擦れたりさ、はい、潮が入っちゃってる感じしないし、やっぱりねその操作系のシフトとかさ、はい、ハンドルとかさ、なりに使用感本来出るけど、そうですね、速い速いですね、音がすっごい揃ってる。あ揃ってますね、確かに
本当になんかチューニングされて、本当に調律されてるエンジンって感じ。だからちょっと街乗りでこうプーってやって、ちょっとこの加速感とかトルク感楽しむのもいいけど、まあ峠はちょっといけねえな俺のスキルだと峠けどなんかこう新東名みたいなとこ淡々と走ってみたいとかはしてみたい。峠だったらケツが出て刺さる自信がある。そうですね、これでも、まあ、タイヤちょっともうワンサイズ太いの欲しいなと思うんですけど、ただ逆に公道だとこうタイヤ のゴムが温まるってことないじゃないですか、うんうん、なかなか。逆に温まった時にやっぱこうタイヤのグリップも発揮して、うんうん、このパワーがしっかりこうトラクションとしてこう車が蹴り出してくれる、その感じも味わってみたいなと思いますけど、うん、でもうちょっとあれじゃない、最初からコンパウンド柔らかいやつにしてくれるじゃないもう少し。そうですね、うん、でも多分そうすると今度すぐなくなっちゃうかもしれないです。消しゴムみたいな、はい、それぐらいパワーは確かにもう有り余ってますね。あとはまあこのまま乗るもよしだし、うん、まあ、せっかくその限定の19インチの単造ホイールだから足元ぐらいちょこっと変えてもいいのかなっていうのはちょっと思ったです、うん、そうですね、はい、取っとく意味でも、はい、まあ、確かに専用ホイールですからね、まあ、ちょっとパーツが出るのかどうか調べてないけど、はい、やっぱりこの辺のもうちょっと年代が経ってる車とか限定車とかって結構もうパーツの入手、その限定のパーツの部分、はい、出んのかな10年経ってホイールって。出そうな気がするんですけど、あでもホイールとかってどうなんですかね。こんな、まあ、その機能パーツはもう絶対出ると思うけど、外装のその特殊な特別な部分って出んのかな。でもまあ取っといた方がいい気もしますよね。ちょっとブラバスの19インチかなんかに履き替えて当時ものの、はい、でももしかしたらあとこの、あでもまあもうどっちも限定車になっちゃいますね。さっき思ったのはこのエディション507とかのホイールもかっこいいです。ああいいね、だそれも限定だから、パーツがあればそうですね、僕あのホイール結構好きなんですよね。ちょっと気が利いた感じにして、はい、ちょやんちゃな感じまで持ってっちゃうというよりかはちょっと気が利いたぐらいで止めておいて、ホイールぐらい。そうですね、車高もまあ別にそんなに気になるほど高いわけでもないんで、意外とでもなんか結構乗り心地は本当固めですよね、うんうんうん、こんなだったっけなっていう風な感じで思いますね。だから全然その突き上げがひどい感じではないです。そうですね、うん、全然乗れちゃうレベル。すごい踏ん張ってくれそうな引き締まった足です。これ本当にだからマイナスポイントとしては税金と燃費かなあとタイヤ代かな、はい、そうですね、税金と燃費はもう、タイヤもね、まあ、乗らなきゃあれなんだろうけど、これがこれを検討してる多分ご主人が奥さんにこう見られたら結構びっくりされる税金かもしれないですよね自動車税こんな高いのって。アメ車じゃん。いやいやでもそれを払ってでも乗る価値はあるけど。そうですね。ちょっと私ここを買うとしたら結構いっぱいいっぱい買う感じになると思って。いいな。まあ、分かりやすいですよね、なんか特別機能が多いわけでもなく。確かにこんなコンディションいい個体はなかなか出てこないですね。ないね、ちょっとびっくりしました僕も。実際に車届いてこうもこんなにも綺麗かっていう。たまにあるんだろうね、そうですね、こういうの眠ってるの。うお、まあ、2足でももう2足でも書いちゃいますね。いやー走り行きたい。そうですね、うん、なんか YouTube 的にあるかもしれないです。何足までホイールスピンするかみたいな検証してみたみたいな。いやタイヤによってはずっとしてそうそうずっとしてそう。でもそれでいうと C クラスの AMG っていまだにフォーマチックにならないですね。やっぱり次なるとかっていう、なんか噂はそうですよね。そうだよね、なった方がいいと思いますこれは、うん、肉は。いやでもそしたら本当にもうちょっとこう、うん、
マイルドになっちゃうというか。ああまあそうですね、やっぱり楽しみはないかもしれないですね。誰が乗っても安全で、誰が乗っても速くて、ね、誰が乗っても快適でっていう方向にやっぱり、どん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 こう癖はなくなっていくんだろうな。でもまだ10年前のモデルといっても、やっぱこれコンディションがいいけど、まだまだ全然乗れる感じです ね車としては。そして AMG の良さがすごく詰まってるモデルですね。間違っても出てこないよね。そうですね。なんかそのちっちゃいメーカーとかだったらあるかもしれないけど、メルセデスじゃもう多分一生出てこないよね。ああそうですね、時代背景的にもちょっと今後もう難しいですよね。本当に車より先にエンジンが走ってってる感じ。いやいや、まあ、4リッターターボぐらいがやっぱり完成度一番高いかなと思うんですよ。そうですね、 C クラスのボディだったらね。はい、6200っすよ。 V8 どうかしてるよ。はい、いやーよかった。いいっすね。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけど、はい、めちゃくちゃコンディション良かったっすね。はい、びっくりしました。まあなかなかもうこの年式というか、まあ、204のまあ、前期後期含めここまでのコンディション乗ってそう簡単には出てこないと思うので、まあ、もし今もう一回乗ってみたいなとか乗りたいなっていう方はぜひご検討いただけたらなと思います。結構10年経ってるんで、やっぱり車ってどんだけ大切にしててもこのゴム類とプラスチック類っていうのは自然に劣化してきちゃうじゃないですか、はい、なんでこの窓枠だったりだとか、はい、エンジンルームのゴム類プラスチック類結構傷んでるんだろうなと思って今回ちょっと撮影一番最初に見たんですけど、はい、全然、保管状況が多分相当良かったのかなと思います。だからもちろんその見えない部分だったりとかっていうのもあるんで、はい、まあ、もちろんその10年前っていう入れていただいて、はい、まあ、検討していただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、中古車市場の中でも多分群を抜いて多分低、コンディションのいい答えだと思いますので、はい、もうぜひお気軽にボンド東京までお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG C63 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。